当にね、どないしたんや。僕とこの家にね、ああ吉本入ったおかげで、おうおう、えらいようけ年賀状が来ましてな。ああ増えましたかいな。そうそらよかったがな。もうものすごい喜んでんのよ。僕とこもそうですよ。あ、そうだけどね、うん、僕とこの場合はやっぱり有名人から予算来ましたからね。え、ちょっとその中の一部を持ってきたから。いや、有名人友達おるんかいな。予算おるがな。大したもんやな。まあ読んでもええねんけどね。読めよそれ。ただ普通に読んだんじゃ面白くないから。どない、差出人本人の声で読んでもらおうか。あ、その人の声で。そうということはどういうふうに。その、いや、最初のこれはね、例えば誰から来てんの。谷圭さん。谷圭さんで。簡単やがな。谷圭さんならなあかんわけや。そう、なりきって、なりきって声出したらこういう顔に。谷だ。画商。ああ、ええがな。画商。あ、そう、洒落てるがな。そう画商とかね、画商かけて。次もこれは変わってるね。また他にどんな人来てんの。この人ちょっと古いかな。古い人、柳屋金五郎でやります。あ、金五郎さんから来るわけないやないの。なんでや。天国にいてはるやない、その人。いや、わしかって都合があるがな。あ、そうかい。自分の都合かい。今度はね、君呼んでもらおうか。僕にちゃんと読まなかんよ。あ、そう、はい、福井さんからやね。福井さんね。そう福井さん、はい、福井年寄り。アホ。え、なりきりないから眼鏡かけなあかんがな。そう忘れてるやろ。はい、そう、ちゃんとなって。新年明けまして。そんな力入れんでええねん。ついておめでとうございます。はい、どうしても力入りまんな。緊張、鼻出てきた。緊張するとどうしても、はい、上がっておりますが。緊張すると上がっております。はい、今年もどうぞよろしくお願いいたしたいと思うんですが。待て、はい、何しとんねこれは。いや、何かにすがって生きていかないと。そんなこと書いてあるんかい。あの、書いてません。書いてないこと読んだらいかん。おめでとうございます。ご苦労さん、ご苦労さん。福井でございました。次行こう。次はスポーツの方から来てます。スポーツ。あ、あの、有名な野球の監督ですね。まあ、いわゆるですね。待て、まだ名前言うてへんがな。いや、もう監督といえば私ですよね。野村監督や。えら、なんでやねん。え、違うんかい。監督って長島やと思う。長島やな、うん、君のレパートリーから言ってるから。どうもありがとう。はい、ちゃんと読んでよ。まあ、慎んでですね、いわゆる新年の挨拶をですね、いわゆる昭和33年栄光の球団に入ってる。そんなもん書いてないやろ。書いてないな。とにかく、まあ、今年の優勝はですね、阪神タイガースです。ほんまかいな。おめでとうございます。長島でした。いや今度はね、今度はちょっと変わってますよ。キースカーンと、はい、財津一郎さんからね。おめでとう。長いことやってるがな。こてっちゃう。それ一つで30年やっとんちゃうんだよ。そんなこと言ってダメよ。わしの金頃より古い言うとったで。今日から我が社はケースディ。おかんか、そんなもん。今日から我が社は近畿ケースディ。ちゃんと読まなあかんで。町の社長にケースディ。ケースディ。愛してちょうだい。はい、次行こう。はい、誰か来てん、誰か。次はね、はい、浜村淳さんからね。浜村、はい、ちゃんと呼んでもらおうか。え、浜村淳さんや。浜村淳さん、どないしたん。いや、でけへんのかい。いやいや、できんことないけどね、浜村。いやいや、できなんだらええで、別に。いや、あの、この場合はちょっと助っ人を呼んで。助っ人、うん、向こうにおるから。誰か上手い人おんの。そうおお、はい、浜村淳さん、はい、出てきてや。はい、なんでございますか。ちゃんとうまくいけばな。どのおはがきでございますか。あ、なるほど、はい、それでは、浜村淳さん、ありがとう。今年もよろしくお願いいたします。犬年とはいえ、悪い年が早く犬年になりますようによろしくお願いいたします。浜村淳でございます。ありがとうございます。たまたま今のはちょっとね。今度は面白いな。今度は俺が行こうか。横山さんから来てます。いや、おめでとうだ、ぶっちゃけた話。わしはまあ、ここ数年ちょっといかんけどやね。まあ、ここ今年は頑張ってるからね。行く道行くで、ほんまに。わしも横山じゃ。誰やお前、金ぐらい。金は銀行にあるがな。ほら、わしちょっと貸してくれや。困っとんかいな。困っとんねん、あんまり話が。
そのああなんともならんねん、先生。すまんの。ほら、あの兄貴があの医者や言っとったらどうなってんねん。医者と違うわ。なんやねんな。医師やじゃん。いやいやいや。どないやねん、ほんま。どうぞ、ご苦労さん。あ、それ、ご許しか、ご許しか。ちょっと希望保証人になってや、しかし。西川です、どうも。ほんで、まあ、あの今年は、うん、あのご存じの通り、はい、あの鳥年、いやいや、犬年やからね。鳥年って、え、鳥年違うわな。それ犬年やろ。犬年で、犬やから。そう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 、なあ、犬やから。犬年やから、だから犬でちゃんとやっぱりお正月の歌でも歌うとったらええねんけど。お正月の歌、モノマネやから人のやらないの変わったことやったらええねん。いけいけいけ、ちょっと伴奏して。伴奏な、そうそうそう、お正月の歌です。ちょっと歌いにくいな、これ。やっぱ静かな方がええわ。ちょっと伴奏が悪かった、ごめん。和楽器、和楽器。そう、三味線の音。そう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 。これええがな。静かなやつ、静かなやつ、静かなやつ。尺八で。そう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 。そうそうそう。分かった分かった。分かった。ほんなこの二つで伴奏して、よっしゃ。三味線と尺八でね、任せてください。お正月の歌を、はい、いきましょう。三味線ばっかりやないか、お前。尺八入れんかい。どないしたんや。そうそうそう。尺八が歌うな。やってられんわ。サウンドコピーでした。